か。チョリースキュラーです。僕さ、スプラトゥーンめちゃめちゃジャイロ上手いじゃん。自分で言うのもないけど。もうジャイロ極めまくってっから、もうマリオカートでもジャイロオンでやればめちゃめちゃ早く走れるんじゃねっていうの。さっき気づいたんで、もうやっていくわ。もうなんでこれ早く気づかんかったんやろうな。もうジャイロオンでやればもうスプラトゥーンの感覚でマリオカート走れるっていうね。しかもスプラトゥーンのキャラクター使っていくから、もう実質スプラトゥーン2よね。イカちゃんと一緒に1位取っていくわ。まずは一本道。ここはジャイロ必要ないね。まずアイテム取ってな。あ、ちょっと待って。やばいこれちょっと待って。いや、ハンドリングが異次元だ。いや、ちょ、むずすぎる、なにこれ。今、ジャイロをオンでやってるんだけどさ、やばい、ちょ、コントローラー傾けて今やってんだけどさ、めちゃめちゃむずいわ、これ。ジャイロオンってこんなむずいの？たまにおるよね、オンラインマッチでジャイロオンでやってますっていうやつ。こんなんなん、やばい。しかもなんか滑るし、いつも。いや違う、思ったところになんか曲がってるつもりでも映像が一致しない。ちょっと待ってて。今、左に傾けてんだけど、なんで右に行くの？ちょっとおかしいって。あ、ドリフトするタイミングか。あ、まあ、11位なんだけど、初手から。やばいって、これ。まず、アイテム。とりあえずスターだ。スターでここから合流していこう。いや、なにこれ？感度高すぎだろ、これ。感度とか変えれんのか、マリオカートって。いや、ちょっと傾けただけで、めちゃめちゃ急カーブするっていうね。むずすぎる、これ。異次元だ。あー、ちょ、ダメだこれ。絶対1位取れない。むずすぎる。ちょっと想定外なんだけど、ここまで難しいの？ジャイロって。まあ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 。まあまだね、初見だから、ウォーミングアップはこんなもんよ。まあ、初手から1位取ったら、ね、動画的でもあれじゃん。だからここで一旦、うわ、ジャイロってこんな難しいんやっていう流れを作って、最後の最後で、まあ1位を取ってやるっていうのが今回の流れな。とりあえず、ここでアイテムいいやつ、キラー引け、キラー。キラー引かんや、マジで話にならん。いや、キンキノとか無理じゃん、このジャイロありの状態だ。この木、お、うまいわ、うまいわ、木をかわしていく。お、うまくない今の。いや、ここでね、スプラトゥーンの実力が出るっていう、でも、今更っていうね、もう絶望的。お、よし、キラーだ、いけ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 。これでどこまでいけるか。キラー使ってもさ、おー、ナイスすぎる。その、サンダーはデカすぎる。で、ここで、もう一回スター、スターからキラー、キラー、こう、うわ、キノコ。キノコは苦すぎる。いや、わからん。食ってみたら意外とうまいかもしれん。むしゃむしゃ、むしゃむしゃ、おっせ。苦すぎたわ、やっぱり。とりあえず、なんか、天変地異みたいな、クソやばいアイテムない？隠しアイテム的な、ないか。いや、キラ、キラ、今更すぎる。終わったでーす。マッチングしていく。さすがにやばかったから、尻尾つけていけよ、尻尾。この尻尾をつけると、初歩的なミスをしてしまうっていうね。この尻尾をつけるとね、コース外に落ちても修正されるって、今みたいな。まあ、無理やり落ちようとしたんだけど、こんな感じ。見えない壁で修正されるっていう。だから、なんかミスってジャイロがなんか反応してしまって、急カーブして落ちてしまうってことはね、もうこれでなくなるから。これやったらまあ、言うて戦えるんじゃねっていう。そういうことだ。うわぁ、最悪すぎる。交通事故だわ。こんな交通事故起きまくったら、もうスプラトゥーンの世界に帰ってもな、まともになんか運動できないかもしれんけど。あ、こんな感じだな。ぶつかっても修正されるんか。これ強えな。オンラインマッチでもこれオンできるってみんな知ってた？いや、何この修正。いや、じゃ、いや、強制修正すぎる。これ初心者がする機能なんだけど、オンラインマッチでもバッコリ使えるっていうね。まあ、その代わり、ショートカットみたいなね、テクニックは使えなくなるっていう。全部正規ルートしか動けなくなるんだけど、まあ、それはしゃあないよね。あと、紫ターボ。あ、最大チャージみたいなのできなくなるから、そこもまあ弱点ではあるんだけど、だとしても十分強い機能だと思うんだよね。これでも、多分戦えるはずだと思う。10位なんだけど、もう2周目に入るのに2位な、あ、そっか。落ちないんだと。素で落ちるかと思ってハンドリング必死に切ったけど、落ちないっていうね。いや、強すぎる。だがしかし、アイテムがしょぼすぎる。おら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 。もうどうせ落ちないんだから、キンキンの連打でいいっていう。あ、こいつ、せめてこいつ抜かそうぜ。もう、やばすぎる。全部修正されるっていう。落ちない。いや、あとちょい。いや、マジか。ボーイに負けたんだけど。またドベかよ。やってられんわ。レートが解けまくる。さすがにやばかったんで、今度は最初の2周は普通に走って、ラスト1周だけジャイロオンでやってみることにする。そしたらもう、最後の1周だけ走れば実質ジャイロみたいな。もう終わり良ければ全て良しっていう言葉があるように、もうそれでご利用していくわ。これ今ジャイロオフな。これで今、ばっくり、ここで、逆にこれで1位になれんかったらもう元も子ないけどね。もうとりあえず、ジャイロオフで1位になって、で、残り1周でジャイロオンでも1位になるっていう。で、実質なんかもう、ジャイロオンでも1位になれましたってことで終わらしてるわ。あ、なんかコイン、なんかここ、いやー、コインか。さっきからアイテムまずくね？そんなことない？まあいいや。いや、
ここはさ、結構僕走りやすいと思ってるね。まあ、DSi の頃からこの走ってから、もうマリオカート DS の頃からあるステージからもうめちゃめちゃやり込んでる。いや、このインドリ、うますぎる。ちょ、まあ、邪魔くせってさ、なんかここらめっちゃ邪魔されるイメージあるんだけど、よしよし、ちゃんとジャンプアクションを決めて、いや、初手に熱い。危ないな。ちゃんと後ろ見て甲羅をかわしていく。いや、いいよ。アイテム来い。赤コーラ来い。これでぶっ潰すわ。コインは嫌だ。オッケー。一瞬赤色やったけ来たと思ったら、何これ。赤コーラじゃないじゃん。何やったっけこれ。メガホンレーザーじゃない。メガホンやったっけ。メガホンやったっけ。毎回忘れるんだけど、名前。まあ、これメガホン。いやー、どのタイミングで撃ってるかな。もうちょっと射程圏内になったら撃つか。いやけど、これさ、このバイク、初速が遅いんだよな。あ、なんか来た。ナイス、ナイス、ナイス。その青コーラは熱すぎる。じゃあな。やっぱね、これなんだよな。運があるやつはね、最後の最後で勝てるっていう。あ、でもラスト一周はジャイロオンでやらんでいく。このタイミング。オッケーオッケーオッケー。こっからジャイロオンでやっていくわ。さすがにこの1位の状態からドベになることはないと思うんで、せめて3位以内を目指してやっていく。回収して、いや、10枚か。言うて10枚いつの間にか集まってた。ちょっと待って。あー、いいね、いいね。やっぱ海はね、やっぱ涼しいから、夏はやっぱ海は泳ぎたくなるよね。うん、イカちゃんだから死んじゃうか。いや、待って。なにこれ。いや、気持ち悪い。危ないけど。いや、なんで7位。いや、わけわからん。ちょっとさっきまで1位やったのに。いや、ドベア、さすがにドベア嫌だ。せめて、ドベから2、下から2、2、待って、捕まるわ、こんな運転したら。完全に飲酒運転、僕、やばすぎる。なんだこれ。あ、そっか。アシストオンになってねえわ、これ。ね、せめてこいつ抜いて。よしよし。いや、ドベじゃなかったから実質1位。あ、死者誤入で1位。死者誤入でも1位になれねえわ。編集で1位。